子どもたちの何かを移す場合には、教員の PC の方に一旦その、ファイルを取り込んで教員の PC から移すっていうことは今までもやってましたけれども、子どもの端末から直接プロジェクターに接続するっていうことは勉強さんのが導入してからやり始めたことですね。子どもたちの手元にあるものと同じものを前に移すっていうことがとってもいろいろ指示をしたりするのに、しやすくなるんですね。だから本校では教科書だけじゃなくて、子どもたちに配るプリントなども同じものを前に移して、ここにこういうふうに書こうねとかというような指導もしていますし、授業の作り方も少し変わってきてると思いますね。やはり図を提示したり、動画を見せたり、そういうことが特に小学生、小さい子たちへの影響というのはとても大きいと考えてますので、やりやすくなったなと思いますね。子どもたちのパワーポイントのファイルを全部回収して、それを教員の一台に全部入れてですね、教員が次は誰々くんのだって言ってそのファイルを開いて、でまた次の子のを開いてっていう、そういうことをやっていたんですよね。だから学習の内容的には変わってないですけれども、発表する仕方とか、あとその手間というのはだいぶ変わって、教員にとって、より手間なくですね、簡単にできるようになったなとは思いますね。その子が終われば次の子がミラーリングの設定をして、で、自分の iPad で発表する、で、次の子っていう感じにやってます。はい、こちらが言う前にももうミラーリングとかそういう言葉知ってるし、できちゃう子がたくさんいたので、きっと3年生でも2年生でも今のやり方であればどの学齢の子もすぐできてしまうかなと思います。ひょっとしたら先生たちより早いかもしれないなと思いますね。はい、やっぱりこう持ち運びに便利なようにある程度の軽さもあったと思います。あとは PC とか iPad との相性、学校の中のネットワークとの相性なども選定の基準の一つでしたね。教室のサイズが狭いところでも使えるようになるとか、その場所を選ばないっていう意味ではですね、単焦点のものがより普及するかなと思いますよね。すごく楽に、電源コードだけですから引っかかるとすれば、あとは iPad とプロジェクターを有線でつないでるわけじゃないので、そこはだいぶすっきりしたなと思いますね。今まで使っていたものよりはやっぱり綺麗に出てるなと思いますし、やっぱりプロジェクターはお金かければかけるほどいいものになるとは思うんですけれども、やはり今私たちが必要としている価格帯のものの中ではとてもいい映り方してるなと思いますね。